HKT48、田中美久が、アイドルとして最後の撮影カットを自身のインスタグラムに公開している。それが来年3月9日に福岡サンパレス、ホテル&ホールにて開催される卒業コンサートビジュアルのアザーカット。X、旧ツイッターでは、大人プリンセスちゃんと綴っているように、白のドレスを着た田中の美しいデコルテがあらわになった大人っぽい写真となっている。田中美久、卒業コンサート、チルダ10年分の感謝を込めて、みんなで一緒にミックモンモンの開催日である3月9日は、ミクの日、であり、サンキューの日、であることをハッシュタグにてアピールしている。HKT48 ファミリー会員、HKT48 モバイル会員限定でチケットの先行販売を受付中だ。HKT48 は12月20日に17トンエッチシングル、バケツをかぶれ、をリリースしたばかり。5期生の石橋さんと竹本くるみのダブルセンターを務めている楽曲であり、田中にとっては今作が最後の参加シングルとなる。バケツをかぶれ。MV のラストでは、一人メンバーの背中を見送る田中を捉えたシーンが収められている。